はい、じゃあ2019年9月16日、本日の仮想通貨時価総額で上位10等分にドル円の相場交差します。順番に仮想通貨の時価総額からいくと、前日それほど差がないアメリカドル換算の266ビリオンと、前日比のプラスマイナスとしてはイーサが 3%、ここが目立つぐらいですか。他はそんなに上下幅動きなくて、コスモスが 3% 弱。まあ、時価総額のあれですよね、そんな大きな動きないとこからも、全体的に大きな上下幅はないよなぁ。ビットコインに関してもなんかじりっぽく動いてそうですし、全体的にまあ相場環境は変わってないのではと想像しつつ、日本円換算の時価総額言ってもこちらもそうですね、そんな大きな動きがない、28兆8666億と6が3つも並んでますね。ということで順番に時価総額1位のビットコインから見ていきましょう。週足 120MA、20MA それほど角度変わり、なんかロウソクに関してもそんな動きがないですよね。高値更新、安値切り下げあるわけじゃなく、移動平均線に触るとか下抜けるとかどうのこうのなくて、本当にここら辺はどっち転んでくだろうと、やっぱこの角度があるもんで、一回下抜いても SV とかみたいに受けるんかなーって想像しますわね。キャッシュ ABC とか暇でしょう、そんなことばっか考えとんだね。今後のサンプルにしたいんですよね、これぐらいの時どんな風になっていくかっていうのを自分のデータ収集としてという意味で。で日足いくと 120MA、 20MA それほど角度変わらず、一応ロウソクはその上にいて、帰り幅も少しはありますけど、まあなんか一発食らったらなんかカコーンとやられそうなところですよね。上にはおるんだけど、帰り幅が少ないっていうのが週足日足が本当に顕著な意見ですよね。で4時間行くと、こちらの目線では安全に見えるのが、一応 20MA が水平ぐらい、ロウソクに関してはその上下をうろうろしながら綺麗に下抜けるわけじゃなく、かといって反対に綺麗に上抜けていくわけじゃなく、まあレンジに近いところですよね。ただ 120MA 日足換算からは帰り幅あるんで、このチャートで見ればまあまあ一応4時間足目線で見とる分には安全なんかなとかさね。価格的に言うとどうでしょう、やっぱ100万割る日足の 20MA、 それから4時間の 120MA、 この辺りを下割っていく、さらに角度が右下向いて、こんなぐらいになるとまあちょっとあれだな、終わっていくんじゃないかなって。ただ週足の角度が一応はまだまだついとんで、あれが水平下向きになるのがどれぐらいってことさね。いや勝手に下がるって想像してるわけじゃないですけど、乖離が少ないんで非常に安心はできない状態だけど、一応は上目線にいますよというところで。はい、次はイーサ。週足 25MA、 微妙にこれ角度ついてきたんですか。ついてきましたね。水平になりかけたらあれか、ついてきたんだ。というのが 7MA 水平気味、ロウソクがその直線ぐらいまで戻して、本日で言うと 3% ぐらい、微妙にあれか、ここを触りかけるとちょっと期待はしたくなるけど、そこまでですよね。そこまでいけるかどうかですよね。そんななんかあれだな、イーサ個人的なネタで上がっとるとは思うんですけど、ちょっと期待感を漂わせるようなチャートですね。特に 25MA の角度が上向きになってきたんでってところで、で冷やしていくと、そりゃそうだわなーっていうのが、 25MA が水平やや上向きに近くて、 7MA は右上、ロウソクがその上にいて、特に3日間ぐらい割と上げていて、少しずつ 25MA から乖離離してますもんね。ネタ的に何で上がったのか分からんですけど、ただ冷やしレベルまではもう完全上になったのは間違いありませんというところで、どこまであとは週足が近づけるかですよね。あれで角度が変わってくると色気が出てくるな、ちょっと触ったぐらい、水平ぐらいで早めにポジションっていうね、汚い自分が現れますけど。で4時間いくと、朝の9時でこれ高値を更新したんですね、4時間足の範囲内で。割と長いのつけて、チャート的に言うと 25MA 角度ついて、 7MA も急角度右上、現在時間では 7MA からも乖離離して上昇して、なんでしょうねこのネタは。 3% っていう数字よりもっとでかいな、なんかこの上げ方は。完全4時間でちょっと安全圏内に入って、冷やしてもなんかいけそうってところで、週はだから週足はあんな風な角度があれでしょうね、水平ぐらいからちょっと上向きになってきたんでしょうね。いい匂いを漂わせるような、ただいかんせん週は下っていうこと、その認識だけは間違いないようにということで。はい、次はリップル。週足25MA やや右下、 7MA がなんとか角度緩くなって、ロウソク自体も一応は7に近づけてきて、下げ止まったかなということですよね。安値切り下げも止まるは止まっとるんですけど、まあ限りなく本当にこれ値動きが短いんで、ちょっとしたことでどっちへも触れるという可能性ありますわね。前日換算ではほとんど動いてませんというところで、で冷やしていくと 25MA が水平気味、その直線上にロウソクいて、 7MA は少し上向き、ただこれも上昇したって言っても本当に幅が少ないから上下幅が短いですよね。上がった下がったって言っても、じわ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 動いて、一応は水平になったんで、まあ下げ止まったかなっていうのはあるんですけど、こういう例もあるので信用しないようにってことですよ、ここは。特に自分のところで売っとるぐらいだからな。で4時間いくぞ。この足的には完全に上目線になったのが25上向き、結構角度ついて、7MA に関してもなんとか
角度ついてその上にロウソクいますし、特にここの14日で長いのつけてたとかあれですよね、なんとか耐えて25下抜けんぐらいですよね。瞬間的にこれ安値が15日の夜9時、ここで抜けた時ありましたけど、ただここもあれだな、そのリップル自体のやり方の姿勢に関してがあるんで期待できんわな、ロング目線っていうのは、あの売り行為をやめん限りというところで。はい、次はキャッシュ ABC。 週足25名まだまだ角度変わらずずっと行くんですね。これ 7MA は水平気味、そのやや下にロウソクがいて、一応7の直線上ぐらいではまあ動いてるところですか。ただ25との乖離はあるんで、やっぱ高値更新していかんことにはロング目線の環境や変えれんすわね。冷やしいこと25水平気味、その上にロウソクいて 7MA は右上、この足までは目線的に上に戻したってことですね。イーサだけではないってことですね。まあ、全体的に日足ぐらいまで戻ってきたところですね。ただ、週は下なんで、そこだけは忘れないようにと。で、4時間いくと。25MA角度ついてきて、7MA も割と角度つき。そうだな、日足レベルまで戻してきとんだから、4時間ぐらいに上に乗るのは当然ですわね。ただ、いかんせん、やはり忘れたくないのが週足は下にいますというところで。はい、次はライトコイン。週足25目水平気味、 7MA が下げ止まって水平に近くなってきたところですね。ロウソク自体も一応安値切り下げは止まりつつ、ただ高値更新しとるわけでね、 7MA に触るまではいってないですね。ここら辺がイーサに比べると弱いところですね。日足いくと 25MA が水平に近いけど限りなく届いてないとこですね。一応はロウソクは上抜きましたけど、ジリっぽいな、ここら辺は。そんなに乖離幅がないんで、一発食らったらパカーンってのがあるんで、素直には信用できんですよね。特に週足がそんな抜け取るわけじゃないですし。4時間行くと、やはりやはりというか、当然日足が上抜いてるんで、一応は4時間に関しても25上向いて、7も上向き、ロウソクも上抜いて、どの時間に確定して固まったってわけじゃなくて、まあじわじわと上昇してたところですね。ライトコインだけじゃないね、これ全体的でしょうね。4時間冷やしぐらいまでアルトコインが戻ってきているんで、ということで。はい、次は EOS。アップデート迎えて一番勢いのある EOS に関しては、25MA 水平、7MA も水平、その上にロウソクいて、唯一あれですね、7MA を抜いたところですね。イーサーが触りかけとるところがあるから、まあ一番上がっとるところ、2番目ぐらいに上がっとるところが、週の7ぐらいまで戻せれたところですね。対関線25の下にいますと。で、東行くと、こちらは完全に上目線なのが25右上角度ついてきて、 7MA もいい角度、さらにその上にロウソクいて、ここまで見りゃほんと順調ですわね。週足の25まであと届くかどうかってことですね。ただアップデートだけのネタだけでそんなに突っ走れるんかなーっていうのが、私は昨日言った通りの疑問点というところで。で、4時間行くと、4時間足の範囲内で高値更新しているのが、これが15地下、そっからそんなに大きく下げたり上げたりすることなく推移しているのが、この 7MA の角度通りですよね。じわじわ右上上がってるのが本当その通りで、 25MA に関しては完全に乖離幅離して安全圏内ですね。完全などこまであとこの勢いが続くかですよね。週のサポートがないんで辛いと思うんですけど。はい、次はテザー。意外や意外にごちゃごちゃしたチャートなんですけど、まあ、大体これぐらいでしょうね。さあ、時価総額的に大きく上げたり下げたりするわけじゃなく、一番上昇したのもイーサの 3%、コスモスの 3% ぐらい似たようなところだから、そんなに大きな動きしとるわけじゃないから、かといって固まった時間にゴボッと上がったり下がったりするわけじゃないから、テザーといえばそんなにずれんすわね。ニュース的な観点で言っても、テザー、ビットフェニックス、ステーブルコインそれほどないんで、まあチャート的にはそこまで言うことはありませんというところで。はい、次はバイナンス。週足25名 7MA 特に角度変わりなく、ロウソク自体もじわじわと右下下げて、7からの乖離も離れて25の下ですし、相場環境的には全く変わってないですね。前日換算で 1% 強ほど減少と、まあ、バイナンスといえばさすがにあれだな、これだけ25下抜いてじわじわ安値下げてきとるんだから、まあ下げモードに入ってるのは誰が見ても明らかですもんね。で、冷やしていくと、こちらが本当もろに分かりやすいのが、25も7も緩やかに右下、ロウソク自体も7抜けることなく、アルトコイン自体が戻しとってもバイナンス自体は全くあれですよね、ついてきてないとか、むしろなんか下げられとるよなってところで。で、4時間いくと、こちらもそう、なんか弱さを見せとるのが、25は水平になっとるんですけど、そこをロウソクが綺麗に抜けるわけじゃなく、それもこれ4時間足ですよね。他のアルトコインは4時間なんか余裕で上目線になって、冷やしどうかっていうレベル、もしくは上なんとか抜けたよってとか増えてくる中、バイナンスに関しては4時間ですら苦戦しとるところですよね。まあ技術開発的には素直に期待なんで、私はあの週足抜けるタイミングをもう一回待ってますと、そこで全突破でバイナンスに乗り換えたいよなと。
考えているというところで、はい、次は SV シュワシュワもうピンチだよなっていうのが、7も 30mm も角度は変わらないんですけど、高値が7に触ることなく逆に安値が 30mm に触って下抜いてはいないんですけど、まあ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 終わったかって思わせますわね。とりあえずは触っただけだから角度が水平になっとうとかどうのこうのないですけど、まあこれでビットコインだけかなってこのチャートからも想像しちゃいますわね。日足いくと 30mA 緩やかに右下、 7mA は右下角度つくも、なんとかあれですか、 7mA の上ぐらいまでローソク来たんですね。ただこの 30mA が近そうでめっちゃ遠くて、これを1ヶ月以上とかやっとるんだから、こっからは期待はしにくいわな。特に週足レベルがもう終わりかけとるん で4時間行くと右下向いとった 30mA が水平ぐらいになって、逆に7がなんとか右上角度ついていたわけですね。抜いていったんだ。ただこれ15日の夜9時、ここで瞬間的な安値がパッと切り下げ、これなんでしょうね。どっかの取引所のあのね、昔の財布みたいなエラーじゃないけど、まあシステムエラーって言いますけど、ああいうのならわかりますけど、なんだろうね、ここだけ瞬間的にゴボッと安値切り下げて、ただその後上げてなんとか7mA にローソクいます。こっから買い材でくんかな。こっから買い材ってったら強いけど、日足の30抜いたらって言わせるわな。まあでも週は終わりかけとるでな。まあ要は上と下の足が意見が一致してないもんで、綱引きが決まるまであれですよね、レンジが続くってことですよね。だからわけわからん相場というところで、はい、次は体の週足25mA、水平やや右下、7mA が下げ止まってなんとかローソクが触るぐらいに来とるんですけど、一応はカルダノでもあれか、7に触るぐらいまで来とるんだ。ただ高値更新しとるってわけじゃなく、あのじれったい相場が続いたから乖離が詰まったって表現はぴったりですよね。まあ、素直に25はピクリと右下向いてますし、で冷やしていくと25が水平に近くてなんとかローソクが25抜いたところですね。それでもあれか、カルダノなんとか25抜いたんだ。冷やしのそこまでは戻しとるのか。そう考えるとバイナンスのチャート弱いですね、非常にね。時価総額上位ではバイナンスだけだもんな、あるところの中であれだけ叩かれとるのが。あの現在価格は無視して、移動平均線とローソクの上げ下げだけで、カルダノですら一応はここまで戻しとるというところで、で4時間行きますと、そうだわな、日足があそこまで来とるんだから4時間25角度ついて、 7mA もごちゃごちゃしながらもなんとか右上角度ついて、ローソクも帰り離していっています。25からまあこんだけ離れとるの本当安全圏内ってことですね。でなきゃ日足の25を抜いてかもな。一応はアルトコイン勢がなんとか日足レベルまで戻してきて、バイナンス以外リップルはちょっとなしょぼい状態ですけど、一見戻しそうなところを見せかけるも、実は時価総額は全然上がってないというところで耐えとるというまあ印象だよなということで、はい、とそれで最後はドル円。今週のマーケット始まった朝7時なのか、これいきなりあれか、叩かれたんだというのが、短期右下向いて中期も右下向きかけるところの107円6銭とか8銭とかいきなりゴボッとやられたんか。そっから朝の9時とかここで107円4銭5銭が見えたんですね。あ、そうっすか、いきなり叩かれたんですか。怖えな、この相場わからんな。先週あれか、いい感じに来とったのが、あ、そうか、こういうスタートしました。そのまま継続して上がっていくかなと思いましたけど、ただそんな下がったチャートに関してもじわ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 と戻しつつ、特にお昼からの2時、ここでなんとか短期に触った107円8銭ぐらい、それで現在は推移しています。あ、そうっすか、叩かれたんすか、中期の下まで行っちゃったんすか。まあ1時間だでいいけどな。冷やしていくと、ただ1時間足レベルで叩かれたっていうだけで、冷やしレベルで見ると短期は右上角度変わらないまま、中期まあ水平に近いところ、ただ乖離幅があれですよね、安値下げつつあるんで詰まったと言って、それでも中期の上にはおるから、まあ安全圏内って安全圏内ですよね。どうでしょう、107円割るぐらい行くと、あかんかってなるけど、そこぐらいでしょうね、目線的には。で週足いくと、短期が水平ではないけど角度かなり緩くなって水平を夢見れる頃ですよね。一応は 10MA からの乖離も離れて安値触ってないですし、中期に関してはトレンド出るのは遅いで、まあいいとして、まあまあまあなんとかいくんじゃないかな。ただこの週のあれだな、あのマーケット始まっていきなり1時間足レベルであんなポコーンとやられてるとさすがに思わんかったですけど、はい、ということでそんな感じできまして、仮想通貨全体相も変わらず時価総額の上下幅そんなになくて、ビットコイン自体も唯一上げ相場なのがそこまで動きなくて、なかなか乖離幅つけて蹴りつけて安全圏内連れてってくれんよな、それが叩き落としてくれんよなっていう相場が続く中、アルトコインが割と戻してきてますわね。特にイオスでかいし、イーサーが続いて、日足レベルまではなんとか上目線になって、週足のサポートがないですけど、それでもイオス割れか。週足の7とか触るとか抜けるとか、そんな近いとこまで戻して、夢見させるような状況になってますわね。SV に関しても、週足の乖離幅狭くて、下抜けるっていう状態にはなっとんだけど、
4時間ぐらいまで戻してちょっと淡い期待をさせるような相場になってますわね。まあ、ただ時価総額はそんな大きく上がってなくて目線は下なんだと思いますけど、ドル円に関しては全然あれだな、このまま上げたまま今週のマーケット始まるかなと、いきなり叩かれて、あれか1時間足レベルで中期まで下抜いてたんだ。ただその後はなんとか戻して短期触るぐらいですか。まあでも1時間足レベルで信用できるんですよね。一応週足日足に関しては相場環境を変えるほどの動きはしてないんで、なんとか戻していくんじゃないかなと想像してるんですけど、ただ相変わらず怖えな、こういう動きされるのは。1時間足レベルとはいえ、まあ、そんなんでドル円も仮想通貨も傾向としては変わってないところですよね。ドル円はまあなんとかこのまま行くでしょうということで、仮想通貨特にビットコインに関してはどこでなんとか安全圏内に連れてってくれるかというところで、はい、ということでそんな感じで、以上2019年9月16日本日の仮想通貨時価総額と上位10トークンドル円の相場考察でした。そんな感じで終わり。